こんにちは。卵巣がんと子宮体がんの抗がん剤治療の脱毛についての誤算についてのお話をします。私は卵巣がんと子宮体がん2つの、がんが体の中にありました。それを、手術で取って今がちょうど1週間目、2、3日後に抗がん剤治療の開始を予定しています。それに伴って、がん専門の看護婦さんから、どうやって抗がん剤と向き合っていくといいかといったようなカウンセリングの時間を作っていただいたので、そこで脱毛のことの不安についてもたくさん質問をしました。がんが、分かってから手術までが約1ヶ月ということで、あまりちょっと脱毛について調べる時間がなかったので教えていただいてとてもありがたかったなっていうふうに思っています。お伺いしてみると、なんとなくイメージしていたものとは随分違うっていうところもあったし、それをこの経過を知ることで、いつ髪の毛切ろうかなとか、いつスキンヘッドにしようかなとか、そういった見通しも立てることができて、とてもありがたい時間になりました。私のカウンセリングを受ける前の、誤算というのは6つぐらいありました。1つは髪の毛が一気に抜けると思っていたこと、あとは完全なスキンヘッドになってツルツルになるんじゃないかなと思っていたことで、3つ目は、抜けなくなることはできないと思っていたこと、4つ目が、なるべく早く髪の毛を切っておけばよかったなっていうことで、5つ目は、抗がん剤治療が終わるとまた少しずつ生え始めて、半年から1年ぐらいで元に近いような形になれるかもしれないねっていうこと、あとは自治体にウィッグ購入の補助があるということ、とてもためになる情報共有をいただけたかなっていうふうに思っています。まず一番驚いたのは、私がこの子宮体がんと卵巣がんの抗がん剤治療で行う TC 療法では、髪の毛は比較的短期に一気に抜けるということを、だいたい2週間目をめどにそこから一気に抜けていく、少しずつ抜けていくのかなっていうイメージがあったので、あ、一気に抜けるんだ、じゃあ、一気に抜け始める前に、ウィッグなり毛帽子なりっていう小物のめどはつけておかなきゃいけないなっていう、ひとまずのめどが立ちました。2つ目は、ツルツルにならないこと。よくがん患者さんの、写真とかを見ると完璧なスキンヘッド状態になっているものを見ることが多いので、あんな風になるのかなって思っていたら、私が受ける DC 療法では7、8割の髪がまだらに抜ける、この部分は抜けてたり、この部分はちょっとだけ厚めに残ってたりみたいな形のイメージですっていうことでした。それを考えると、想像するだけでも、あまり美しくないので、完全に剃ってしまう人がいる、っていうこともなるほどというふうに思いました。私もどこかのタイミングでスキンヘッドにしそうだなって思いました。3つ目は、抗がん剤治療時に頭を冷やすと髪の毛が抜けにくいという説があるということ、ただそれはそういう治療をしながら頭を冷やす設備がある病院ではできるけれども、私が今、治療を受けている病院ではそういう設備はないので、
こう保冷剤とかアイスなんとかを持参して、ご自身で頭を冷やすということをやっていらっしゃる方もいるよということを教えていただきました。あと4つ目は抗がん剤の前に、まあ、髪の毛切っておきたかったんですけれども、手術入院からそのまま抗がん剤治療をすることになったので、まあ、髪の毛を切るタイミングがなかったんですけれども、まあ、それについても、2週間目抗がん剤を打ってから2週間目に一気に抜き始めることを考えると、まあ、抗がん剤を打って吐き気や痛みの3日目ぐらいのピークを超えたら、まあ、すぐにちょっと髪の毛は切りに行きたいなっていうふうに思ってます。ちょっと白髪染めはもやっていて、どうせ1週間で抜けるのに白髪染めするのもどうなのかなとも思ったんですけど、まあ少しでも抜ける間でも少しでも綺麗にいる方が気持ちが落ち着くかなと思って、白髪染めをして、髪の毛を少し短めに切ろうかなって思ってます。あとは、抜け始めてから約半年、抜け始めて、抗がん剤治療が終わってから半年から1年で髪の毛が生え揃っていく、それを考えると抗がん剤治療が、3週間ごとに6クール、だいたい今4、5ヶ月プラス半年で、まあ最低でも1年はウィッグなりケア帽子なりをかぶっている期間があるっていうことなんだなっていうことも分かりました。まあ、それが分かったので、それを使う、そのぐらいの期間を使う前提のウィッグ何か用意できたらいいかなっていうような目処も立ちました。最後に、これは全く知らなくて、本当に教えていただいてよかったなと思ったのが、ウィッグの購入補助が自治体であるっていうことです。私は横浜市に住んでいるんですけれども、横浜市の場合には1万円1万円以下の、ウィッグの場合には実費の購入補助があるそうです。これはちょっとありがたいし、すごく嬉しい情報でした。まあそんなこんなで、がんケアというか、まあ専門の、看護婦さんとお話をすることで、脱毛について知らなかったことがたくさんあったことも分かって、まあなんとか抗がん剤にもまずは立ち向かっていこうという気持ちになりました。本当にありがとうございます。抗がん剤の抗がん剤の脱毛についての、6つの誤算以上です。